よう、目が覚めたか。よかった、気がついたのね。ここ安心しなさい、私の店よ。お前、よくここに来るんだってな。偶然にも程があるぜ。お前は、この前のレイちゃんから聞いたわよ。面識があったなんて、ちょっとびっくりしたわ。レイちゃん、その呼び方は覚えんな。俺は篠宮レイジ、お前の恩人だ。いろいろと聞かせてもらったよ。妄想請負人とか秋葉原自警団とか。レイちゃんがね、ここまで連れてきてくれたのは。連れてきた。みんなはディピアは、ヤマトは、コタビは、サキとミズキは。見ての通りだ。変なリーゼントと小さな二人もここにはいない。なんで、なんで俺以外誰もいないんだよ。それはあいにく俺は一人しかいねえよ。お前を連れ出すのに手一杯だったんだ。それじゃあみんなはなあ、どこにいるんだ。無事なのか。俺が知るかよ。くそ。待って、朝日ちゃん、あんたどこへ行くつもりなの。探しに行く。自警団のアジトに行くつもりならやめておけ。今さら誰もいねえよ。え、お前どんだけ寝てたか知ってるか。丸一日以上目を覚まさなかったのよ。そんなに。だけど行ってみなきゃ。無駄よ。明美さんまで。みんなね、電話も通じないの。それに朝日ちゃんが寝てる間にね、レイちゃんがもう一度見てきてくれたのよ。レイちゃんなりにね、みんなを助けようとしてくれていたの。勘違いだ。俺はそんな善人じゃねえよ。そんな。みんな、くつ。せめて無事かどうかだけでも。だったら行ってみろよ。ちょっとレイちゃん、その目で確かめてみろ。そしたら現実を受け入れることができるだろう。朝日ちゃんはまだ病み上がりなのよ。明美さん、看病してくれてありがとう。でも俺行ってくるよ。みんなを探してくる。もうレイちゃんのせいよ、煽ったりするから。でもレイちゃんなりの優しさなのかしら。だから俺は善人じゃねえよ。ただその目で確かめないと気が済まないのはあいつも一緒なんだろ。みんなどこに。みんなね、電話も通じないの。まさか妄想球の中に。ここに何か用か。用っていうか、なんていうか、スーツにサングラス。何か言ったか。いや、何も言ってない。気のせいだと思いますよ。おい、そこの少年、さっきから何を見ている。まさか妄想がわかるのか。妄想。ああ、妄想ですか。わからないな、俺現実主義だし。そうか。なんで妄想の話を。それに、なんで入り口の前を。
なんだね、君は。あ、いや、ちょっとそこに用事が。まさか君は、扉が見えるのか。え？扉って、何ですか。気のせいか。だったら早く立ち去りなさい。入り口を封鎖している。あいつは一体。ん？もしかして君は例の少年か。え？いや、気のせいか。俺のことを知っている。時計だ。いや違う、あんな男見たことない。雰囲気も違いすぎる。一体何が起きてるんだ。であの場所に立ってるんだ。まさか妄想機を封鎖している。入り口の前に人が。うん、何をジロジロ見ているのだ。ああ、いや、気のせいです。これじゃ入れないな。妄想球が全て封鎖されてる。あのスーツの男たち一体何なんだよ。よう、気は済んだか。お前は。気が済んだならさっさと帰るぞ。いやまだだ、俺はみんなを探す。ん？何を騒いでいる。おい、面倒ごとを起こすなよ。今はまだバレたくねえんだ。おい君たち、そこで何をしている。そこの君、さっきもこちらをジロジロ見ていなかったか。え、俺？この扉の意味が分かっているんじゃないだろうな。そのったく仕方ねえな。もう悪かったな。ここはさ、こいつの思い出の場所なんだよ。君はなんだ。こいつのちょっとした保護者代わりだ。実はこいつな、今精神的に不安定なんだよ。女に振られたてでやけになってんだ。そりゃあ思い出の場所にも来たくなるだろう。だから見逃してやってくれよな。は？俺は振られたなんか。そうだよな、辛かったよな。振られたなんて認めたくないよな。だから俺はみんなを。いいから俺に合わせろ。え、だけど。まあいいだろう。そんじゃまあそういうことで。ん？メガネの方の君、少し待ちたまえ。あ？俺のことか。ああそうだ、君どこかで見たことがある顔だな。確か。ああ、それよく言われるよ。兄弟の友達とかバイト先の誰々さんとか、全く嬉しくないやつ。いや、そうじゃなくてだな。悪いけど、そろそろ行くわ。
こいつを慰めなきゃなんねえからな。じゃ、引っ張んなって。ほら、行くぞ。おい、まだ話は終わってないぞ。お勤めご苦労さん。じゃあな。あら、お帰りなさい。俺はまだみんなを。いいから黙ってそこ座れ。おい、晴らせって。だから俺はみんなを。落ち着いて、朝日ちゃん。みんなを探したい気持ちは私も同じよ。明美さん、お前も見たろ、入り口を封鎖するスーツの男たちを。あいつら何者なんだよ。ただいま戻りました。お帰りなさい、カナタちゃん。あ、朝日さん、元気になったんですね。ああ、カナタちゃんね、つきっきりで看病してくれてたのよ。僕はただ。そっか、ありがとうな、カナタ。いえ。それでカナタちゃん、どうだったかしら。あ、はい、いろいろと調べてきました。あのスーツの男の人たちもやっぱりカノンを探しているみたいです。だろうな。妄想管理局が動き出したのね。のんびりしている暇はないな。妄想管理局。ここから先は大人の時間だな。妄想管理局ってなんだよ。あのスーツの男たちがそうなんだろ。お前には関係ねえよ、レイちゃん。朝日ちゃんはもう当事者なのよ。少しは知る権利があるわ。これ以上ガキが首を突っ込む話じゃない。相変わらず頑固ね。それとも優しさかしら。それでいいよ。知らない方が幸せのこともあるんだ。教えてくれよ。カロンとも消えたみんなとも関係あるんだろ。知りたかったら借りを返せ。誰がここまで運んでやったと思ってんだ。俺は頼んでなんか。これだから最近のガキは。こらこら、レイちゃんも朝日ちゃんも。おい、お前、朝日って言ったら俺の人探しを手伝え。そしたら一つくらい教えてやるよ。人探し。やっぱりマリちゃんを探していたのね。なあお前ら、東条マリって女を知らないか。そういえば、お前秋葉に詳しいんだろ。最近の秋葉は移り変わりが早すぎてさっぱりだ。昔の秋葉を知ってるのか。まあ3年前くらいならな。ほう、似合わねえな。褒め言葉として受け取っとくよ。でも俺はみんなを探さないと。だからそれを探しに行くんだよ。え、俺の仲間に東条マリなんて名前は。奴らが動き出したんだ。お前の仲間を探してりゃいつか出会えるだろう。レイちゃんはね、朝日ちゃんの仲間探しを手伝うって言ってるの。そうなのか。勘違いすんなよ。俺は俺の目的のためだけに行動する。それならこの子も連れて行ったらどうかしらね、カナタちゃん。はい。カナタ。この子ね、前からあんたたちを手伝いたいって言ってたの。この前、琴美さんは最後まで看病できなかったですし。でもあれは、琴美が勝手に出て行ったんだろう。そうかもしれません。でも案内人が増える分には構わない。だけど、これはガキの遊びじゃないんだぜ。もちろんわかっているわ。僕、誰かの役に立ちたいんです。はい。よろしくな。はい。僕の方こそよろしくお願いします。よかったわね。でも朝日ちゃん、手出しは厳禁よ。大丈夫ですから。お楽しみのところ悪いけど、そろそろ行くぞ。行くって
どこに現れた妄想運動と動き出した妄想管理局、彼らだけが出入り可能な場所は一つね。それじゃあやっぱり妄想球、可能性は高いわね。だけど入り口はあのスーツの男たちが、妄想管理局の連中が見張ってて。あのアイドルの妄想球の前の人、少し挙動が不審でした。強行突破だ。アパレルショップにはアクセサリーも売ってますよ。パソコンショップです。部品を取り替えますか？セーブポイントですし、少しお休みしませんか？